こんにちは現代のもの,のけひめことで、ま、ですながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードを頂い,いたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでなじラジオなのでぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けします。 聴覚障害の方は YouTube の字幕機能をオンにしてご視聴ください最後に次回のトークテーマを発表しますので最後までお聞きくださいということで本日3月17日木曜日ですね、えー、皆さん昨日の地震は大丈夫だったでしょうかは私はですね福岡の方にいたので影響はなくそして地元の鶴岡市の方も テレビだと震度5という表示があるあの報道をしているところもあるんですが実際は震度4か、まあ、小さいところでは震度3だったそうなのでそこまで大きな被害もなく、まあ、もはや被害もなくなんか通常営業だそうです、はい、ですが被害に遭われた方々の、ね、太平洋側の方々や あー東京の方とかでは停電も多くなっているそうだったのでやっぱ地震に対してのおーじゃあどうしたらいいのかっていうのはやっぱり改めてしっかり皆さん考えていかなきゃいけないのかなと思いました。はい、で私,私なんですがえ前回は二日酔いで具合が悪くてっていうのであのやっぱりテンション低いですねなんていうコメントを頂い,いたと思うんですけどちょっとね体調不良が。 あの続いてましてその月曜日ですね月曜日は多分二日酔いというかお酒を飲んだ影響だったと思うんですけども次の日火曜日もリハビリはお休みだったんですがあ何なんですかね肩がすごく痛くて左肩がすごく痛くてでそれから来る頭痛なのかわからないんですが起き上がっまあね で起きてもすごく体が痛いのと起き上がっててもなんかな。なんかそういうのがあったりもう本当に無気力感というか脱力感というかちょっと車椅子に座ってられないなっていうこともあったのでまず、まあ、ちょっと朝おそばを茹でておそば食べて。 ある程度ちょっとやらなきゃいけない編集とかをやってほぼ1日寝ていましたねで夕方とかは起きたら、ま、ちょっと良くなったかなとは思ったんですけどちょっとそれでもまだまだ不調が続いてましてで昨日リハビリの予定だったんですけどお一応そのセンターに行って 抗原検査と、センターで PCR もすぐでできるの PCR 検査をして、まあ、コロナではなく陰性だったんですがその後あのー、セラピストで鍼灸師の方がいるんですけど鍼灸師の方からちょっと見てもらってやっぱその左肩からとかあと首の辺りに、まあ、僧帽筋がめちゃくちゃまず凝ってるで僧帽筋の凝って首の辺りにこう流れてるリンパ をの流れが良くなくよくなくなると、女性とかは特に結構自律神経がやられてしまって具合が悪くなるそうなんですよね。なので針を打ってもらって、えー、少しちょっと時間がなかったので少しだけこうほぐしてもらって、ちょっとは良くなったんですけど、なんかまだまだ本調子ではないですね。でも黙ってるよりはこんな風に。 誰かとお話ししてたり動いてた方が比較的、あのー、気分はいいのでなんかアドレナリンでやっぱりやり過ごしてるのかなと正直思いましたちょっと実際結構本当にパツパツな、あのー、時間で日々を過ごしててそろそろ一回来そうだなっていう予感はあったんですよね予感はあったんですけどんとそれが多分 その10時間飲酒で多分バッと全部いっぱいになっちゃって自分のキャパがいっぱいになっちゃって溢れたんじゃないかなと思いますまあちゃんと休養を取ることっていうのは大切だなと思いながらその休養を取れるように自分を作っていくのがまだまだ下手くそなのであの体に気をつけて活動していきたいなと改めて思いました。 はい、なのでこう内臓系からっていうよりは筋肉からの疲労とかあと日々の疲労があったり特に麻痺がある人ってね寝ている時も寝返りを打てないんですよその分全然疲れが取れないんですね。 だからぜひあの、下半身痺の方とか麻痺がある方ヘルパーさんとか、ね、訪問介護ついてる方はこう体を動かしてもらうことってあると思うんですけどそういうの、なかなか最近してないよっていう方は整体とかそれこそ鍼灸とかに行くだけでも多分全然違うと思うのでぜひ皆さん体をいたわってあげてください。はい とということでねちょっと早く元気になりたいなぁと思いながらお話をしてますが、えー、今日は映画のトークだったんですだったんですってやりますよ映画 <laughs> 今日は映画です皆さんから映画のお,おすすめ映画好きな映画ありますかっていうことをあそうだちょっとちなみに、えー、とコメントで中島さん 高さんっていうのかなが10時間飲酒のところでちなみに何飲んでたんですかっていうことだったんですけど基本的に、あのー、私は麦焼酎一択です、えー、飲めますよビ,あビールは飲めないちょっと好きじゃないしお腹いっぱいになっちゃうんで飲めなくて、えー、基本日本酒は飲めますウイスキーは飲めませんワインも飲めます。で一件目があのー ちょっと鉄板焼き屋さんで素敵なお店だったのでワインをグラス2杯ほどいただきまして次に居酒屋さん行って、えー、ちょっとあのシュワシュワ飲みたいなって思ってシュワシュワ炭酸炭酸飲む時はレモンサワーか柚子サワーかシークワサーサワーですねそれを1杯か2杯くらいしか飲みませんじゃないとちょっとお腹が冷えて下しちゃうので,でその後は基本的にずっと。 えー、麦焼酎のお湯割りです。お湯だとお腹が冷えなくて、あのうんち爆発しないんですよ。なので、ずっと麦焼酎のお湯割りでたまにちょっと口開きしてきたなって思ったら、柚子サワーとかシークワサーサワーとかを飲むっていう感じですね。まあ、芋焼酎も飲めます。はい、そんな感じでした。はい、じゃあ映画話します。もう映画の話に行こうと思ってる時点でも。 1>, 1分注意くらい喋ってるけどはい、えーとゲオゲオゲさんって読むのかな料理をしながら聞いていましたが気軽に聞,て聞けていいですねそうなんです、ながらでラジオの醍醐味なんですねえー、と先日ウェディングハイを見に行きましたバカリズムさんの世界観が溢れてて面白かったですよ すすごいですねあのー、あ,っというあっという間というかまだ公開されて間もないのにあのー、早いですね見に行くのが。いやーすごい面白そうなコメディで私あのし、あのー、あれなんですえっと主役の上待ってね上なんだっけはい、えー、主役あの人でも何の人が主役なのかなあ 篠原涼子さんがめちゃくちゃ好きで篠原涼子さんのドラマとかっていうのも結構見ますだからちょっと見たいなって思いますねいいね谷保さん、えー、西島さん西島秀俊さんはあが出てるその映画とかテレビも好きなんだとで医療ドラマが好きです でも、イリュじゃなくて、えー、チームバチスタ、バチスタのジェネラルがおすすめです。ジュッパチャップスを頬張ってる早見救急。救命センター長が西島さんにドハマリで、西島さんの最高傑作だと思います。いいですよね。西島さんも私、すごい好き。なんかこう、シリアスな。 あ演技とかあ結構こうこわめな演技をするけど実際バラエティとか出てるとすごいおちゃめというかねめちゃくちゃかわ私がでもあれですけど可愛い,い系のあのダンディーなもうおじさまになっちゃうんかな年齢で俳優さんですごくあの素敵だなと思いますだからでも西島さんが出てるからっていうあれはないけどおー 結構西島さんが出てるでもドラマか映画じゃああれだね「ドライバーズハイドライブハイ」だっけこの前アカデミー賞ノミ,ミネートされたやつ賞も日本のやつ取ったやつタリホーさん見たんでしょうかはい次浩次さんえっと映画はあ上からでもか お酒強いんだねと自分は酔っ払ったら酔っちゃうから寝ちゃうから外で飲めないいやーもうわかるピークは越えたら眠たくなる <laughs> 10時間しっぽりもう10時間はねしっぽりではなくなったよもう後半もうなんかね耳も多分聞こえてないから <laughs> すごい大きい声で喋 <laughs> ってたと思うけどよくほんと10時間も喋れたなって思うはい。 映画はたくさんの好きなジャンルがあるからこれって難しいけどミステリー系戦争系コメディ系が好きかなでもたくさんある中でルーツは絶対見てほしいフィクションなんですが奴隷狩りが普通に行われていた時代の話なんですが自分が幼稚園児の頃何週間に分けてテレビで放映されていてとてもショッキングだったものだったのを思い出します えー、DVD やブルーレイでも発売でも販売されているのでぜひ見てもらいたい作品です。人間ととは何かと考えさせれ,れるテレビドラマシリーズでした、えー、ちょっとルーツはね見たことないんですよちょっとさっき調べて結構やっぱ昔のあれですね絵の感じでもその黒人の方が、えー、手錠されてたり、まあ、い要は奴隷なので、えー、そういう扱いを受けてるようなシーンが写真でたくさんあって。 まあこういういのも私全然見るんです戦争系もあのすごく見ますし日本,日本版も戦争を見るし海外の戦争版も見るし例えばだから太平洋戦争だったら太平洋戦争がアメリカ側から見た太平洋戦争と日本から見た太平洋戦争ではやっぱり違うんですよねだからそういうの見たりするんですけどなんか見た後って やっぱそういう系ってめちゃくちゃハッピーってなるわけじゃないじゃないですかこう考えさせられたりちょっとこうあのダークな気持ちになる映画なので気合いを入れないとなかなか見れないっていうのはありますねこうあのちょっとこう映画を見ることによって気分を上げたいなっていう時はなかなか見れないなと思いますでも見てみたいですねこういうのははいありがとうございます次 スティリー <laughs> ごめん、ね、いつもティマンさんはい <laughs> スティリティマンさん, <laughs>、はい、テテンさんえっと映画は SF 映画やスタジオジブリやサムライまあなんか海外の人っぽいですねに関しての映画を見るのが好きです昨年発表された「流浪に剣心」の新映画を見ましたはいあと蔵之介さん の三金『超参勤交代』という映画も見たことがありますということで流浪に謙信とあと『超参勤交代』まあ、侍系とか江戸系とかそういうのなんですけどあの私の地元の,その鶴岡市に庄内,庄内映画村っていう、えー、ちょっとしたスタジオというか映画セットあの昔ながらの、ね、映画セットが屋外に外にあるんですよ。でそこに、あのー 城下町とかじゃなくて、えー、少し離れた村の小さな集落みたいな撮影セットがあるので「流浪ンシンもそこで撮影あの一部行われましたし超,三超高速参勤交代も撮影が行われたりあと小栗旬さんの「信長コンチェルト」とか。 一番有名になったのは山田孝之さんの映画ではないんですけど山田孝之さんとか室津江さんとかが出てるあのお笑い系のバラエティ系の「勇者よしひこ」っていう深夜ドラマがあったんですけどそれがほぼその映画村で撮影されたり,されたりしてて結構その江戸時代系あと「送り人」とかもそうですけどね江戸時代系というか昔系は。 実はあそう地元鶴岡で撮影されてることも多くなので意外と俳優さんたちもお駅前とか飲み屋さんにいて,いてたよとかどこどこいてたよとかサインあったりっていうのも意外とあるんですよねなので、えー、あの私的にこうルロケンとかそういうのを見たらああここわかるわかるなんて思うこともありますねでも面白いですよね はい、え前のお仕事の関係で出会った話ですがお仕事で本の購入をする担当をしてて耳の聞こえない人の世界を知ってもらうために漫画を だって分かりやすいいいいいととと思い探ししたたころ声の形という漫画に出会いました映画館で見たものではないですがたまたま金曜ロードショーでその「声の形」の映画を見ました映画化されていることは知らなく映画化されていたことに驚きましたが漫画を読み切った時に感動しましたがその感動があー巡り改めていい作品だなと感じましたとね声の形ってあのー、あることは知ってたんですけど私もまだ 見見たたことととはなないいいので、えー、ちょっと見てみたいなと思います、ね、だその結構そのしょ例えばあしょ障害系というか車椅子系だとしたら私はあのむわ私のこと昔からフォローしてる人だったらちょっともしかしたら聞いたことあると思うんですけどぜ車椅子ユーザーになってもし車椅子の,あの映画を見たいまたは車椅子の家族を持ったとか あそういう方がいた場合ねなんかなんかおすすめないですか?」って言われたとしたら私は2つ絶対おすすめすするんですもう一つが「最強の2人」って言ってこれはあの賞も取ったので結構有名だと思うんですけど「黒人男性」じゃない「あ黒人男性」でいいのか。えー 軽損,損の方で、えー、体が不自由な富豪の方とその介護人となった貧困層の移民まあ黒人の方なんですがのあお話で本当に最後は最後っていうかストーリーの中も見ててハッピーですしあのー、そういう障害の差別もそうだし多分 なんですかその人種差別的なところもいろいろこう含まった中でのお話だったんじゃないかなと個人的にはね思っていますでもとてもすごく面白いお話でしたでもう一つがあ「世界一嫌いなあなたに」という,うこっちはラブストーリーの話になるんですけど、まあ、イギリスの田舎町で育った26歳の女性でえー 本当におしゃれをするのが好きだった女性なんですけどいろんな夢へのチャレンジを躊躇してしまい仕事を転々としながら毎日を過ごしていたでそんな中彼女はあるきっかけでこちらも富豪なんですけど富豪の世話係という半年限定の仕事を始めましたでもその相手が交通事故によって車椅子この方もあの軽損であのあのどっちも 最強な2人も「世界一嫌いなあなたに」の方の計算レベルが本当にもう首約首だけみたいな感じの,あの状態でしたね。で、えー、その男性は生きる意欲をを失いい心を閉ざしていたんだとその中でいろいろストーリーう交う2人が交わる中でじゃあその男性の心っていうのはどういうふうに変わっていくのかでもいろんなあのちょっと結末が賛否分かれている。 話になりますが、私はすごくどっちも尊重するべきことだなと、こういうことがあってもいいんじゃないかなと思うお話です。なんかこの話ってなかなか公にあのさせてもらえないこともあるんですよ。なんかその障害としとかなんかいろんな問題というかね、なんかそういうのがあって、でもこういうこともしっかり私は話していくべきだなと思うので、ぜひ一回見てもらって、ちょっと今日は。 長,長くなっちゃったので見て,も見てもらってちょっとまたその感想をね言い合えたら嬉しいなと思いますでもう一つ「ピッチパーフェクト」っていう,う、まあ、これもラブコメなのかミュージカルコメディなのかちょっとわからないんですけどあのアカペラのアカペラがまあ主となる映画なんですが。 私最近結構ミュージカル系がす,すごい好きで,でこの「ピッチパーフェクトはシリ」は3作品3シリーズあるんですけどもういろんな歌がアカペラでこう歌われていてすごく楽しくなるお話でしかもコメディも混じっていてアメリカンジョークが多分めちゃくちゃすごいからあの英語わかる人とかだったら多分もっと面白いんだと思うけどぜひピッチパーフェクト」はね見ていただきたいなと思います。はい 今日はめちゃくちゃ喋ってますね。うもさんは。好きな映画はターミネーターなんだそうです。もうなんか。見たことないな <laughs>。見たことないな。ね。なおさんは、えっ、ー、と。一頭の馬から作る。なんていうんだろう、馬頭琴っていう楽器のモンゴ、モンゴルの物語とか。 あ「葬式って国別の物語」とか「自分の病気の物語の」のあっ8年越しの花嫁ああじゃあなおさんは、えー、と自分の病気だったら病気だからあれだよね抗 MND 症候群みたいなのごめんなさいちょっとそ,そういう障害があるんですかね。いやー やっぱなんか車椅子とか障害を自分が抱えちゃったと同じような人のやつってね見ちゃうよね見ちゃう見ちゃうなんかいつかそういう映画にも出れたら面白いななんて、まあ、主人公とかじゃなくて本来は私はもっと別にわざわざそれを取り上げるんじゃなく一般ピーポーとしてとかね同僚としてエキストラとして普通にいてても 今後ののご時世の映画っていてもいいいいもんじゃないかなかと正直思っております。だからそういう風になれたら <laughs> 面白いかななんてその、ね、思ったり思ったり思ったりしてますけど演技ができるかって言われたら多分演技できない。学校再レベルだよね学校再レベル。 学校祭はあのー、劇をしてたからそれを思い出したら学校祭レベルの劇はできるかもしれない。はい <laughs>、はい、ということで今日はとっても長くお話しさせていただきましたね。でえー、と次回が21かはい次回21日なんですけど祝日日 になりますで「せっかくなのであのー、ねコラボコラボというか誰かゲストを招きたいですね」っていうことを言っていました。で、えー、そのあれをしようゲストを招いて、えー、ちょっとお話しするのを21日に。 ししようとと思いますのででちょっと今回はトーークテーマなしでじゃあどうやって、えー、とそのゲストに選ばれるか聞いてる皆さんがゲストですので選ばれるかといったら21日収録しますなのでまず21日の多分午後ですね、えー、多分2時以降とかに2時からだから2時から5時までの間かな に収録すすると思いますなのでその時間私とお電話できる方またはズームつなごうかなまあお電話でかな電話できる方 LINE オフィシャルってあの電話もできるので、えー、電話できる方で、えー、お話ししたいよまあ何でもいいです別に車椅子とか障害とかそんなの全く関係なく普通にお話ししたいよ、まあ、YouTube あのー、でねお話しできる内容でお話ししたいよっていう方は是非 l i n e オフィシャルの方に21日の希望っていうこととあとはキーワードを入れましょうキーワードえっ、ー、とどうしようかなじゃあキーワードは今まで聞いてくれてた方 うん、どういいや、キーワード。<laughs> じゃあ、キーワードは、うん、難しいね。何にしようか。じゃキーワードは、おでこ。おでこ、なんでおでこ。いや、キーワードは、おでこにしよう。ちょっと、おでこもまだ痛いから。キーワードは、おでこを書いて、LINE、えー、<coughs> オフィシャルの方に、 21日参加したいですっていう胸キーワードをでこと21日参加したいですっていう胸を書いてください、まあ、一応なんかどんなこと話したいなっていうのも書いてくれたらあまあ話が早いかなと思います是非皆さん応募してくださいもし応募がなかった場合は 1一人で喋ります。<laughs> はい、ということでそろそろお時間になりました。はい次回はコラボになります。皆さんおでこいいてくださいねおでこのキーワードを書いてください。ではまた次回お会いしましょう。以上「ながらでラジオ」でした。バイバイ。<music>